まあ正直ビルからポルシェが出てくるとかも意味わかんないよ。でもまあ青島さんだから。どうぞ。うわーすげー。ちょっと何かに似てるっちゃ似てるんで、よその人入れちゃいけない部屋でしょこれ。レトロキッズ。どうもチャンネルレトロキッズへようこそ、鉄道キッズです。さあ今回はなんとあのプラモデル界の狂犬青島さんの本社の方にやってきております。実はねこの青島さんの本社の中に青島さんの歴史的なプラモデル等が展示されたミュージアムがあるらしいんですよね。で今回は特別に、本当は一般公開されてないんですが、特別にそちらの方撮影させていただけることになりました。というわけで行ってみたいと思います。さあ入り口を入っていきます。はい、こちらアトランジャーや武蔵などね、これは最近のものですね。新しくなったアトランジャーです。入り口のところに青島さんのプラモデルが展示されております。でもここはまだミュージアムではないんですよね。青島さんのカーモデル、そしてデコトラ、バックトゥーザフューチャーにナイトライダーもあります。イニシャル D。 そしてこちらはまだミュージアムではないんですが、はい、当時もののアトランジャーあります。展示されております。うわなんだあれ、リモコンビッグ SF シリーズ、タイガーキャプテン。うわタイガーキャプテンは知らない。うわなんだあのデザインの戦車、やばい、タイガーキャプテン気になる。ランチャーストラトスターボ、そしてカウンタック、そしてそれらの木型が展示されております。これは貴重なものですよ。やばいです、このままだと入り口だけで何時間も過ごしてしまいそうになりますので、早速もうミュージアムの方に行ってみたいと思います。あ、なんかガチャガチャとかもありますね。はい、あ、青島さんのねジムニーだったり株だったり社長だったりね、社長のガチャあるんですね。これ一般に販売されてるやつですかね。さあやってまいりました、こちらがミュージアムでございます。すごい、もう本当にね、もう今ではもう模型店、中古屋さん回ってももう見ることができないようなキットがずらりと並んでおります。さあ一個一個気になるんですけれども、ちょっとね、こちら非常に貴重なものなので私が勝手にいろいろね、見ていくわけにはいきませんので、ちょっとこちらの青島さんの社長さんにご案内していただこうと思います。さあ青島文化教材社さんの、社長さん青島大輔さんでございます。よろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございます。ここ普段はあれですよ、はい、一般公開されてないんですよね。してないです。そうですよね、いいんですか、来ちゃって。みんな本当に、うちのチャンネルを見てくれてる視聴者さん、はい、本当に喜ぶと思います。ありがとうございます。みんな青島さん大好きなんで。あ、本当ですか。そうなんです、もういい意味でも悪い意味でもみんな大好きなんで。ありがとうございます。いろんな意味で、いやでも本当すごいですね、これは。そうですね、古い商品がね、多分ここにしかないもの結構あると思うんで、はい、もう僕もね、いろんなところで探して回って、はい、ちょっとなかなか手に入らないような、はい、そういうキットがすごいいっぱいあるんですけれども、はい、あの辺のね、合体プラモデル、カウンタックとか、はい、そうですね、あれ、ミニ合体のやつもありましたよね。ありましたね。ちなみになんですけど、はい、こちらはやっぱ中身見るのはダメですか、ね、あ、全然いいですよ。え、本当ですか。もちろん全然。じゃあ、合体プラモデル、カウンタック、中身を見させていただきます。あ、怖い、グッといけないから、はい、どうぞ。うわーすげー、うわ出たー。
あ、漫画が入ってたんですね。入っちゃってるんですけど。はい。今道英二先生の、あ、はいはい、はい、漫画でございます。カウンタックの漫画ね、もう当時はもう本当にカウンタックの人気はすごかったですからね。そうですね、だからスーパーカーブームっていうのもね、こう実写でもありましたから、はい、はい、その流れもあって、ただね、ちょっと判決的にね、ちょっと微妙なんですけどね、はい、判決的にちょっと微妙なんですか。まあ、過去のことなので、はい、もう許していただきました、ね、済んだことですので、はい、ね、カウンタック、そういえばあれですもんね、青島さんの、はい、カーモデルのカウンタック、はい、それがすごい大ヒットしたんですもんね、はい、最初ね、それがもう一番ヒットといっても過言ではないぐらいの、はい、そこからスタートなので、まあ、でそこからいろんなキャラものとかも作られるようになって、はい、で、キャラものに行ったかと思いきや、やっぱりカウンタックという、はい、そうですね、なんか当時の2代目の、はい、祖父なんですけど、はい、もう切っちゃうみたいな、その車も切っちゃうみたいな指示が出たみたいです。あ、そうなんですか。この、例えばちょっとこれいいですか、はいはいはい、このカウンタック、はい、これまあまあ、あのバラバラに、あ、まあ、そうですね、分割されてます、分割されてますよね、はい、これもともとは1台のカウンタックの金型だったんですか。いや、それはあのまた別の金型でやってはいると思うんですけど。そうですよね、別ですよね。だから企画として、はい、その合体ものを作れみたいな指示を、はい、当時出たみたいです。それは当時の社員が言ってました。そういうことですね。あ、じゃあもちろんあのカウンタックのプラモデルの金型を改造してっていうわけではないということです ね、全然別に作られたものみたいです。はいはいはい、すごい。合体ものって一番最初はどれだったんですか。合体は、はい、アトランジャーの前に、はい、アトランジャーの前にこちらありますね、アトランジャー。そうですね、アトランジャーの前に何だったっけ。ちょっと待ってください。ちょっとね、何分昔のことですので、あの当時のね、スタッフさんがもうあんまり残ってらっしゃらないらしいんですよ。だからちょっと社長もあんまりわからないところがありまして、ちょっと待って、あれはそう、本当にいないんですよ。もう当時を知る社員の方々ってもう70過ぎなんで、そうですよね、もうみんな引退されてて、はい、こちらの合体カウンタックはもう70年代ですよね。そうですね、ヒットがもうそのくらいですね、はい、50年近いと思いますよ。そうですよ、はい、だから僕らがちょうどもう生まれたかどうかなぐらいの頃のヒットなんですよね、はい、すいません、マッハバロンですね。はい、74年が合体ロボット、マッハバロン。マッハバロンです、すみません。その次、アトランジャーです、はい。あります？マッハバロンは、マッハバロン、当時のマッハバロンは。当時の。あ、マッハバロンのマシン3号。これでマシン2号。そういうのありますね。結構バラバラに置いてますね、ミュージアム。全部揃ってないですね。あ、マッハバロンは全部揃ってはいない、はい、あ、マッハバロン R じゃないですか。あ、ではこっち、これですね。だこれこれが多分今一番最初のものです、ね、マッハバロン、合体遊びが楽しめる。あ、でもちょっと待ってください、この青島さんのマークですよね。でもこっちの青島さんのロゴの方が古いですよ。怒られる。これ絶対そうだ。もうそのまさにそこれだもん。こっちの方が多分昔のマッハバロンなんじゃないかなと。はい。でそれがセットになったタイプがまた後々出たんではないかなという感じですかね。多分。青島さんのロゴがこれです。でも74年はこれなんで。そうですよね。こっちが先ですよね。4種類ですね。はい。怒られますが。いや、怒らない、誰にも怒らないです、ええ、うわ、すいません、ちょっとさせていただきますね。これが、74年ですか。74年ですね。これよく見てください、この青島さんのロゴのマークね。よくある昔の青島さんのロゴのもう一個前のロゴです。そうです ね、当時の空気が溢れ出てまいりました。この箱の内側の色も見てほしい、この感じね。うわー、でも綺麗に残ってますね。ちょっとビス止めがあったんですか。あ、ビスで止める部分が、スプリングもあります。
バロンスマッシュはなんかミサイルみたいなやつですかね。あ、バロンス、あ、バロンスマッシュっていう名前のマシンなんですね。もう怒られますけど、そうですね、はい、はい、おそらくそうであろうと。あ、大丈夫ですか。これなんですか。ミニモデル、ロボット遊びが楽しめるアトランジャー。接着剤なしの、はい、スナップキット、一応そういう形で遊べるっていうのが。ミニモデルは接着剤を使わないで完全に組み立てができますと。でももうある程度組み上がってる感じっていうことですかね。そうですね。でちょっと組み替えて遊べる感じ、こういうものもあったんですね。プラモデルよりはちょっと難易度が、あ、いや、ちょっとおもちゃに近い形ですね。これって当時の、当時のミニ合体マシンが新発売された時のチラシですか。そうですね。それを多分あの復元、もちろん復元なんですけど、はい、こんな感じでお店に並んでたってことですか。はい。新発売、どれでも1個100円。そうそう、アトランジャーのタオルとかあるんですか。ありました。だから当時はなんかいろいろグッズも出してたみたいです。これはこのタオルは本当当時もんなんですよ、はい、キャップもですか。キャップは、キャップは新しくちょっと20年、はい、15、6年前に作ったやつなんですけど、はいはい、ちょっと広げてみてもいいですか。全然全然。うわ、かっこいい。やっぱりこれはかっこいい。あ、そうだった。あの、言うまで有限会社だったんで、その当時の時代を。これはすごいですね。まだ発色もいいから、はい、保存状況が良かったですね。ですね。再販とかされてないですか。いや、してないです。これはしてないです。青島さんの本社にも残ってるのはこれ1枚だけですか。はい、おそらく。あの、ここでしか見たことないんで。これ再販してくれないですか。復刻でいいですよ。あ、でこれ別に、はい、その出来はしますよね。あの、はい、別にそのまま原価もあると思います。あ、本当ですか。はい、うわ、ぜひ復刻してください。僕はもう絶対買います。本当ですか。じゃあ絶対買います。はい、あの、すぐできるんで、じゃあ作ります。うわ、はい、作りますって言ってくれましたよ。はい、本当かどうかは分かんないけど、作りますという意思は示してくださいました。はい、あの、やります。はい、うわ、かっこいいな。スーパーマン、スーパーマンもちょっと見させていただきます。あ、はい、すいません。はい、あ、あれですね、ちょうどびっちりのところに入れてるんですね。あ、ちょっとやります。あ、本当ですか。あ、本当だ。超能力人間スーパーマン。スーパーマンってプテラノドンとか出てきましたっけ。これ、あ、歩くんですね。腕を振り足を上げて歩く。これは渋いなあ。わ、スペクトルマン、アー1号、ゴリ、ゼノン、スーパーマン、ガレロン。おお、並びの統一性が分かんないですね。あ、宇宙ロボットシリーズなんですか、これ。あの、ロボットが一体もないんですけど。まあ、なんとなくロボットっぽいからっていうのもある。なんとなくロボットっぽいから、ロボットっぽいやつ、まあスペクトルマンが若干っていうぐらいで、あと怪獣ですもんね。あと怪獣ですよね、やっぱり。これ宇宙ロボットシリーズってつけない方が良かったんじゃないですかね。いや、当時やっぱそういうのが多いですね、うちの商品は。ですね、はい、でもイラスト非常に味があってかっこいいですね。すごいワクワクする感じ。え、スーパーボーイっていうのもいるんですね。ちょっと少年のスーパードッグいるじゃないですか。で、スーパーキングがいて、あ、みんなスーパーだと思ったら急にドラゴン。あ、巨竜怪獣ドラゴン。もういろいろあります。あ、こっちスーパーマンシリーズになってますね。そうなんですよ。だからちょっとそっちは宇宙ロボットシリーズなんですけど、でも宇宙ロボットってどういうことっていう声が大きかったんじゃないですかね。宇宙ロボットの字だいぶ小さくなりましたよ、こっちのシリーズ。うわー、ちょっ
とこれ見てほしい。成型色。マジですか。なぜこの色に。ピンクですよ。これ塗ってあるのかな。でも袋に入ったままなんで、多分塗って彩色した状態で売られてたってことですよね。はい、まあたまにありますもんね、そういうキット。ありますけど、どうじゃ。でもゼンマイで歩くんですよね。うわー、これはちょっと探していつか手に入れよう。あ、スペクトルマンシャツプレゼントセールやられてたんですね。スペクトルマンシャツが5000名に当たるということで。結構な人数ですね。結構な人数ですよ。はいはい、これもしね、持ってるよっていう人いたら、なんかツイッターかなんかで写真とかアップしてくださると嬉しいです。ぜひ見てみたいです。ワイルドセブン。もう私はね、まあ正直まだ世代ではないというか、もう少し私よりもう少し世代的に上の方とかが大好きな、ね、2個前の古い方の青島さんのロゴ。でボックスアートはその原作の先生のイラストですよね。悪に挑む野生の7人。うわ、これ揃えたいな。かっこいい。巨大な合体マシン、タイガーシャーク。はい、これタイガーシャークの完成品。はい、それがそうですね。塗装済み。はい。はい、完成作ったものですけど。うわ、タイガーシャークですよ。タイガーシャークはあれ復刻版も出てますよね。出ました。ですよね。復刻版っていうか、そう、再販ですね。あ、再販ですか。当時の。はい、あのパッケージじゃない、はい、あの新しいやつも何回かありましたね。でもそれでもさらに品薄ですからね。その再販ものですらなかなか手に入らなかったりとか。あ、そうです。はい、しますよ、ね、当時は2000円ぐらいですかね。当時はそうでしたけど、多分そう、再販はもう倍以上になってると思う、ね、なってますよね。うわ、すごい。これはね、そのいろんなメーカーが合体してこれになるんですよね。合体巨漢ヤマト、ね、武蔵、そしてタイガーシャーク、はい、この辺りがね、もう本当人気ですよね。あれですよね、ヤマトってつくやつ多いですよね。レッドホークヤマトも。レッドホークヤマト、はい、結構それもちょっと何か似てるっちゃ似てるんで、はい、そうですね、レッドホークヤマトが一番何かに似てますよね。似てますね。だからちょギリギリだとは思うんですけど、過去のことなので今はもうやっておりませんので。あ、もう似てるなとやっぱり思いながら。そうですね、はい、合体巨漢ヤマトの方はちょっとだいぶ違いますよね。だいぶ違うっちゃ違いますけどね。はい、はい、ね、合体巨漢ヤマト、レッドホークヤマト、あとゼロ戦ヤマトもありますよね、はい、ゼロ戦の飛行機のような感じなんですけど、飛行機のような飛行機じゃないようなみたいな、ちゃんと車で走るメカみたいなやつなんですね。あ、見たことあります？あ、持ってます。ゼロ戦ヤマトと、あとイーグルヤマトってあるんですよ。で、やっぱはい、F15 イーグルがね、やっぱ当時としては最新の機体だったので。すみません、これは、はい、リモコン、あ、そう、あ、多分ボート。紐ですね。あ、有線で使ってるやつで、はい、なんかね、有線でボートなんですか。そうだけど、そう、あの遠隔操作じゃないんですよ。自分もちっちゃい時覚えてるんですけど、なんか、はい、うちラジコンがなかったんですよ。はい、なんかでも紐の線がついたコントローラーの車とか船とかは、はい、なんかやってたんですよ。でリモコンですね、はいはい。ラジコンじゃなくてリモコン。リモコンですから。お風呂用ですかね、じゃないと、まあ、多分針が、まあ、かなり長いんですけど線は、はい、だからある程度、まあ、こう届く範囲ではできたと思うんですね。はい、タイガーマスクもあります、ね、あ、親子マシンね、親子マシンのシリーズも、はい、これもすごい人気ありましたよね。ありましたね。これも何種類かいろんな形態でありましたね。はいはいはい。これ、GO!GO! バイクシリーズっていうのもあったんですね。これ知らないです。本当に昔いろんなものがあったんで。うわー、かっこいい。何この、なんだこのバイクっていうようなバイク。確かに。
やっぱ仮面ライダーの影響ですかね。あ、そういうのあるでしょうね。もう、あ、多分仮面ライダーなのか、だからワイルドセブンなのか。もう本当に全部あさっちゃったような感じですね。はい、まあだけどこれ完全に。うわ、めっちゃある。ちょっと仮面ライダー。仮面ライダーっぽさありますよね。ありますね。なんか色味だけでもちょっと V3 に似せようみたいな。でもこういう感じになると仮面ライダーじゃなくてこれもうワイルドセブンですよね。このタイヤの完全にそうですね。もうあ完全にそうですって言った。もうそういうの意識されてますね。いろんな影響を得てますね。影響を受けていると、はい、受けている、はい、ということですね。はい、ね、あこっちも合体ミニモデルの方のカウンタック、はいね、すごいですよね。いろんな車、全部車ですもんね。そうですね。車が合わさって車になるやつですよね。ミニ合体とも違いますね。そうですね。ミニ合体で名前が、ね、ありますけど、はい、これは合体ミニモデル。合体ミニモデルとミニ合体。ね、わあ、メガロマン。ね、メガロマンシリーズもいくつか作りましたよ。本当ですか。はい。ね、消しゴムがね、消しゴムの可塑剤が出てプラが溶けておりますけれども、ね、これももしかしたらそうなってるかもしれませんが。あ、そうですね。なぜコクピットっていうのをね、に重きを置いたのか。あ、そうですね。やっぱりちょっと、廃化素材でプラは溶けてしまっておりますが。はい。ああ、でもいいですね。結構大きめのメガロマンが入ってますね。かっこいいです。はい。当時の模型情報誌的な。わあ、ブレーダー。新製品情報みたいなの多分定期的にいろいろやってて、はい、そういう中の一つだと思うんですけど、わあすごい、ブレーダーすごくアメリカっぽい感じの絵ですね。はい、アメコミっぽい。ビゴラス、スキャニー、ありました、スキャニー、わあかっこいい。テクノポリス、天野義孝先生からコメントが。わあいいですね。わあブレーダーいいな。うわこれもまた貴重なものを見させていただきました。ありがとうございます。あデコトラ、あねえ、そのデコトラ系も青島さん多いですよね。はい、あ多いですよ。そもそも、はい、いろんなことでお話ししてますけど、デコトラっていう言葉も、はい、青島が作った言葉なので商標も持ってますし、デコトラ、はい、デコトラ自体が青島さんの、はい、作られた言葉なんですね。そうです、そうです。うーわーすごい。あちなみに合体もです。そうですね、合体はもうもちろんです。はい、デコトラもそうで、はい、その当時、まあ、一番津軽文太さんの映画の一番星からヒントを得て、はい、こうデコレーショントラックって略してデコトラっていうのを商品化したんですよね。それもだから70年後ですよね。もう今ではもう普通に言いますもんね、デコトラって。それがもう青島さんが作った言葉がこれだけ世間に広まって、これまた一つ勉強になりました。ね、さあ、これミニ四駆っぽいやつ。あ、テクニ四駆シリーズ、はい、テクニ四駆ですね。はい、テクニ四駆なんですね、青島さんは。いろんなメーカーさんが、ね、その四駆系のやつ出してましたよね。出てました。この間、ついこの間、丸井さんのやつとかを、はい、作らせていただいたんですけれども、テクニ四駆見させていただいてよろしいですか。はい、だけど当時はやっぱ売れました。テクニ四駆のブーストジュリアン、はい、あれブーストっていう車があったんですか。いやこれは多分他社さんのマシンをミニチュア化してますね。はい、わあ、いいですね。もういかにもいかにもな感じですね。はい、はい、結構付属パーツも結構モーターとか、はい、タイヤとかも結構出したんですよ当時。あそうなんですね。あすごい、いろんなメーカーさんが速いモーターっつって出してましたね。結構いろんなメーカーさんのやつはめっちゃ早かったですよね。早かったです。で自分も覚えてるんですよ。めちゃめちゃ早かった。早かったですね。はい、ちょっとテクニ四駆もいつか、はい、うちのチャンネルでもやりたいと思います。ぜひお願いします。わこれは復刻ですかこれ。それは当時ものです。当時ものですか。復刻してないです。すげえ、はい、リンカーン、そしてキャデラック、リモコンですね。リモコン、はい、ちょっといいですか。あもちろんもちろん。これはすごいですよ。
さっきのまあ船の感じとかとね、まあ、同じ近いと思いますが、ね、うわー この仕組み、これが最初から入ってるか、ね、これやばい、仕組みがすごい、いやこれは貴重だ、これ作ってみて、うわ、リモコンちょっと出して、あ、もちろん出してください、全然大丈夫、ここが電池ボックスになって、はい、で、メーターはシールで、はい、これはもう嘘メーター、はい、リモートコントロールのコードがね短くないですか、自分も動くしかないですね、そうですね、これメッキパーツも入ってね、リンカーンコンチネンタル、キャデラックカスタム、いやもうほんと当時の高級車、そうですね、うわこの絵の感じ、この写真の感じね、当時のおもちゃの商品紹介のこの感じ、この雰囲気みんなちょっと味わってほしい、うちのチャンネルでも作りました、あはい、スーパーソルジャー、ありがとうございます、はい、これよくできてました、はい、特にあのこの車形態の時、はい、これの形が非常にかっこよくて、あ、そうですか、はい、ロボットになった時あの顔がちょっと生身すぎて気持ち悪いなってなっちゃったんですけどで顔だけねすごく生身なんでね、あ、はい、あ、そうか、これはやばいですよ、これはめちゃくちゃ貴重、このロゴ分かります、青島さんの超初期のロゴ ABK マーク、なんとその頃の青島さんのキットが、さあここであの当時のプラモデルのボックスアート、箱絵のね原画を見せていただくことになりました、はい、こちらでございます、うわこれはこれ合体ヤマトですか、ね、合体巨漢ヤマトじゃないですか、これそうですね、ね、はい、でも箱絵これボックスアートのやつとも違いますよね、ちょっと違う、これは何のやつなんだろう、そしてあこれ合体巨漢ヤマト、あこんなにいろいろ、そうですね、これはうわそうですね、これ広告用のものですか、当時の広告用に描かれたイラスト、すごいな、これはもうなかなか見れないですよ、うわこれはアトランじゃないですか、そうですね、はい、原画の色ムラ極力抑える、あなんかの当時の指示ですね原画の色ムラはやっぱあるんですね、これを極力抑える印刷の時にリアルですねっていうところです、
何で描かれてるんだろう。水彩っぽさもありますし、でやっぱちょっとはみ出たところホワイトで修正してたりするんですね。そうですね。うわ原画だ。そしてイデオン。イデオンですね。これもやばいっすね。わあ、このイデオンはあれ？どのイデオンの箱絵ですか？これは600分の1？あ、これだ。まさに。あの600分の1ですね。あ、はい、わあそれだそれだ、はいまさに。はいはいはい。これめちゃくちゃかっこいいですね。うわあ、これ本物見れたすごいな。うわ、キューちゃん、あ、ムーミン、ムーミンのプラモの原画、うわ、すごい、キューちゃんの、パケラッタ、相当な種類出てたんですね。こんだけあるのに原画のやつ一個もないっていう。お化けのキュー太郎もものすごく人気ありましたもんね。マッハバロン、はい、あ、うわめちゃくちゃかっこいいですね。ちゃんとおっぱいミサイルが。ああ、うわこの車、これは何ですか。それもありますよね。これめっちゃかっこいいですね。ちょっとこれメカニロボットじゃないですか。これメカニロボットですよね。あのメカニ遊びができるですよね。そうです、これメカニ遊びができるメカニロボットのこれアニメ化はしてないですよね。でもセル画ですよね、これ。そうですね、これ4体全部揃ったやつですね。これが原画なんですね、はい、メガロマの原画、メガロスカイヤーね、メガロスカイヤーの車。やっぱり原画でもすげえ笑って見える。これ買ったんですよ、この車がかっこよすぎて。そうすか、はい、これはいつか作ろうと思ってて。これめちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。ベムスターっぽいですよね。どうなんですかね、あの実際にメガロマンに出てきたやつですかね。え、出てきてると思いますよ。本当ですか。かっこいい、さすがに。いやでも多いんですよ、あのポルシェとか、はい、あの青島さんのキットにポルシェ入ってるんですよ、はい、メガロマンと、高層ビルとポルシェみたいな、ポルシェ出てこないんですよね、メガロマンに。あ、本当ですか。で、何だったら多分このメガロスカイヤーも出てこない説あるんですけど、どうです。ダブルやっちゃったんですかね、はい、いや、いや、いいですね、これもう、すげえかっこいいですね。細かいですね、この原画のこのグラデーションの美しさ。本当ですよね。メガロスカイヤー出てこない。別の特撮番組に出てたメカを成形の色替えして発売した。してますね。社長。うーんじゃないです。社長。やっぱりね。はい、やっぱりです。出てないです。メガロスカイヤーはメガロマに出てこないんです。出てこないです。でもかっこいいから。多分。そういうことです、はい、さあそしてさらに当時の青島さんのキットのコミック化されたもの、そちらの現物とその原稿でございます。はい、ね、これでもあのキット発信ですよね。そうですね、これはこれ漫画があって、うん、キット化したっていうよりはそのキットに合わせてあの、ね、漫画が作られたっていう感じのイメージなんですが、そうですよね、多分ね、おそらくです。はい、そうです。今道英二先生、はい、ね、グループ136、グループ45、グループ1245、その原作者がグループ&数字なんですけれども、はい、当時、はい、あの今部署がいろいろ例えば営業部とか分かれてるんですけど、はい、その当時このグループが分かれていて青島の中で、はい、でそこの社員が原作を作って漫画家さんにイラストを描いていただいてた。なので原作者はもう一般社員です。なるほど、はい、いろんな社員さんがグループごとにこの第4版とご飯 で、はい、あの作ったのがレッドホークヤマトパート2ですよ、はい、みたいな。そういうことなんですね。
ちょっと中身とか見てもいいですか。レッドホーク連合艦隊、うわぁ、でもそれぐらい人気があったってことですよね。しっかりとね、プラモのやつだからっていう簡単な漫画っていうわけじゃなくて、あの当時の感じとしてはもうしっかりとした少年漫画、児童から少年にかけてぐらいの、よくできてますよこれ。うわあ、これアトランジャーですか。あ、そうですね、アトランジャーはすごい生身の人と戦ってうわ、ゴダイガーも武田剛でしたっけ。ちょっと待ってください剛、剛しっかりしなさい。武田剛です。武田剛ですね。すごいですね。でちょっと原画の方いいですか。見ていいですか。はい、これが、はい、合体ロボットアトランジャータイガーシャークの原稿ですよ。うわーうわー、こんな感じなんだ。4年生11月号って書いてますけれども、こっちこれを当時の小学4年生たちが夢中で読んでたんですよ。そしてセリフがね、こうやって鉛筆で描かれたのの上からこう貼られて、アトランジャーの生原稿ですよ。いや、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてさっきのミュージアムだけでもすごいんですけれども、ちょっとあの一般には公開されない青島さんの製品の保管庫の方にちょっと入らせていただきます。これはやばい。これはすごい。比較的そう、車とか。はいはい、こう最近に近いものが多いんですけど、ああそうですね、あのレトロとかそういうことではなくて、青島さんの製品の保管庫ですので、はい、もう新しいものから古いものまで、あ、そうです、たくさんありますね。あ、だけどあるちょっと古いものも、スーパーマン、あ、スーパーマン、スーパーマン、あ、メカニロボット、マーキュリー、あ、しました、はい、ロードレンジャーとか、まあそうですね、ですごいですね。うわー、湘南爆走族シリーズ、あ、はいはいはい、これがね、もう本当に今手に入んない、もうこの辺全部絶版なんで、この改造車系は、うわうわ、西部警察の、あ、西部警察のこんなに出てるんですね。いや、いろいろやってますんで、スケールも、はい、はい、あの32と24があって、はいはい、まあ、車種もたくさんあったんで、まあ青島さんやっぱ車強いですもんね。あ、そうなんです、いまだに車がやっぱ一番やってますんで、うん、ああ、はい、なるほど、はい、まあ、こんな感じ。サンダーバード、あ、サンダーバードも、はい、基本的に、あ、あの今井さんの金型を、はいはい、まあ、これと今井さんのですけど、ちょっと、あ、今井さんの方が並んでるんですね。結局今井さんの金型を、はい、青島が引き継いだ関係で、ロボダッチもそうですよね。ロボダッチもそうです、はい、今井さんでやってた製品が全部うちが引き継がしてもらったんで、はい、当時サンプルとかも今井さんの方からいただいて、はい、で、まあ、青島版でこうやったりですとか、その当時、まあ、今井さんの金型を使って、はい、そのままやったものもあれば、はい、新規で作ったものもあるんですけど、はい、まあ、この辺がそうです、ね、この辺がそうなんですね、はい、わ、スーパーソルジャーがこんなにあるじゃないですか。ありました、ね、なかなかないですよ。ありましたね。バイクとかも今井さんのきっと、あのハーレー系は、ハーレーは、はい、そうですね、今井さんの金型なんで全部、はい、ハーレーは、そっか、はい、ハーレー、はい、ハーレーの名前で出せないですもんね、なかなか、よくご存知で、はい、そうなんです、そうなんです、ハーレーっぽいやつみたいな感じ で、アメリカンバイクみたいな、でもこれはもうハーレーダビッドソンとして、当時は今井さんがそれでやってたみたいですけど、僕らできなかったんですよ、はい、これはあのー、はい、
それを撮ったってことですよね。今井さんは当時撮られてたと思うんですけど、はい、うちはちょっと撮りたくないわけじゃなくて撮れなかったんですよ。なんかこういろいろ問い合わせしたんですけど、はい、でこれじゃあこれを金型は引き継いでやりましたよ、はい、その名前を歌わずバイクとしては、あ、はい、もうバイクとしてかっこいいバイクとして、そうそう、それはやりました、はい、でそれはもうでもこの今井さんのハーレーのやつの金型っていうことですよね。なるほど。じゃあちょっとデカールとかがちょっと違ってたりとか、ちょっと違いますね、エンブレム的なところがちょっと変わってたりとかぐらいの感じで、はい、やりました、はい、青島さんから出ております。はい、これも今井さんのお金当てなんですか。ああ今井さんの日本丸、はい、僕こんな大きいやつじゃないですけども、今井さんのボトルシップの日本丸買いました。はい、これは大きいんですけど、めっちゃでかいですね。150分の1ですから。これが一番でかいですね。100分の1、100分の1日本丸。これは本当大きいです。金型も半端なくでかいです。うわぁ、こんなんでも手に入んないですよね。最近このサイズはもう、もう10年ぐらいやってないですね。ないですよね。保管庫以外にも、ちょっと資料室というものもあるらしくて、そちらも見せてもらうことになりました。あ、うわぁ、これ、あ、ちょっと、これ、社長。これ、よその人入れちゃいけない部屋でしょ、これ。これは、ちょっと初ですね。そうですよね。これ、人入っちゃダメなとこいいんですか？あ、大丈夫です。あ、大丈夫なんですか？大丈夫です。最新物はないです、ね。はい。当時のやつ。だからもう、済んだ話ということで見せていただけるんでしょうか。はい、あ、はい。で、何があるかってのはあんま分かっちゃなくて。はい、ただ、まあ、原画とか図面は、はい。あるのは分かるんですよ。はい、図面、あ、なんか、すごい。これもう本当に原画、箱絵の原画とかだけじゃなくて、それのラフ。ラフとか、もうその前の段階のものとか。いいんですか、これ。原画もありつつ、これ本当に、本当に外に出しちゃいけないやつですよね。今井さんのやつもありますね、こっちに。今井さんのやつもあるんですか。多分今井さんから引き取ったものも中にはあると思う。うわ、このロボットも、この車気になりますね。これ、やっぱどうしてもポルシェが入れたかったんだ。すぐそれに書いちゃうんですよね。ちょっと待ってください。はい、テクニオンク、はい。テクニオンクのデロリアン。あ、ありましたね。キャラクター、バットマン、はい、バットモービルとか、はい、デロリアンとか、なんかいろいろありましたね。テクニオンク、デロリアン出てたんですか？出てました、出てました。これは、はい、再販しました。あ、そうなんですね。デロリアンはその許可を、それはしっかり取って、はい、しっかり取っての、はい、もちろんもうですよね。それはっつってすごい力強くなりましたね。いや、昔は昔はいい加減だったとか、もうそういう時代ですよね、どこも。いいですか。あ、大丈夫です。何かは分かんないんですけどね。まあ本当のこうなんか部品、はい、何がどうなっているのかちょっと分かんないですけども、まあ分かりやすい、多分これタイヤですよね。あ、フロントホイール、はい、うん、あ、こうやって一個一個のパーツが、よろしくお願いします、青島文化藤関、懐かしい、藤関さんがいないですけど、ね、あ、もう今いらっしゃらない方なんですね。ね、図面ですね、うん、これ完全に図面ですよ。だから 2D 落として今 3D の設計じゃないですか、はい、そういう時代なんですよね、はい、設計の工程も、はいはい、っていうことですね、はい、あ、すごい、もうでもほとんどフロントホイール、あ、これは多分それ、はい、だけでそれなんでしょう、こんなに、はい、そうですよ、フロントホイールを作るのにこんなにメーカーさんはね頑張って作られてるんですよね。さて、青島さん本社のミュージアム、実は今度静岡のケーブルテレビトコちゃんの静岡プラモ発信曲という番組でも紹介します。そちらはこのチャンネルのようにレトロなキットだけではなく、青島さんの最新キットの方もご紹介しています。詳細は概要欄の方にも載せておきますので、ぜひチェックしてください。
社長、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当ね、もうこういうあのすごいもう青島さんの初期からの歴史を見させていただきまして、はい、もう本当にありがたかったです、はい、もう今ではちょっと模型店さんや中古屋さんでもなかなか手に入らないような、はい、そういったものばかりですけれども、うちのチャンネルでも手に入り次第またどんどん作っていきますので、ね、ご紹介させていただきますのでぜひお楽しみに。じゃあ最後社長から、はい、ファンの皆さんにはい、あの今日はあのご覧になっていただきましてありがとうございます。あの分からないことだらけで大変申し訳ございませんでした。いいいいいい、あのまたね、ぜひ機会があればあの遊びにあの来れる方もしかいたらあの来てください。ああいいんですね。あの、はい、あのまたちょっと問い合わせください。ちょっと私もまたちょっと来させてもらってもよろしいですか。はい、もちろん。もうそれで最後になんですけどもね、はい、ちょっとあのすいません、これちょっとね、もうお邪魔になるようでしたらもう本当いやいやいや、あのいいんですけれども、あの、ね、ミニ合体シリーズの、グラミスを、私あのうちのチャンネルで作ったやつなんですけれども、こちらをぜひあのね、このミュージアムに置かせていただけたらなと。あ、ぜひ。あ、いいんですか。思うんです。はい。あ、ありがとうございます。はい、一生懸命丁寧に頑張って作ってみました。うんうん、ありがとうございます。はい、いや、嬉しいです。はい、展示させていただきます。はい。ありがとうございます。お納めください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな明日もお仕事頑張ってね。